映画の殿堂にようこそいらっしゃいました。稲田貴樹と申します。映画の楽しさを素直な目線でお伝えしようと考えている番組です。今日お送りするのはトム・クルーズ主演のジャック・リーチャーネバー・ゴー・バックという作品です。この作品をのことを語る前にトム・クルーズのことについてちょっとお話したいと思います。皆さんご存知のようにトップガンとかザ・エージェント、もっと前だと卒業白書という映画もありましたし、マイノリティ・リポートとかザ・ファームとか、それからレインマンとか、それこそ様々な作品に出て、様々なキャラクターをこう演じてきた俳優さんです。でこの俳優さんで特にこう感心することは、非常にプロデューサー的な能力を持っている俳優さんだということですね。でこのプロデューサー能力っていうのはセルフプロデュースっていうことも含めて、自分がどういう作品に出たらどういうふうに注目されるのか、どうやって人気を維持することができるのかということをすごく先を読んで、いろんな作品を提供することによって新しいイメージを植え付けたり、もしくはそのヒーローとしてのイメージを維持したりっていうことをずっと続けてきた俳優さんですね。で一例を挙げれば、ミッションインポッシブルシリーズっていうのを立ち上げました。でこれは彼自身もプロデュースに入り、演じるのはイーサン・ハントというヒーローです。でもともとミッションインポッシブルっていうのはテレビ映画のテレビシリーズですね。で、これはいわゆる才能のある人間たちがこう集って、チームで一つのミッションを展開していく、解決していく、乗り越えていくっていう、展開でしたけれども、これの形を完骨脱退してですね、非常にイーサン・ハントという彼の演じるヒーローの、とてつもない、世界を股にかけたミッションで、派手な展開、それからスタント、びっくりするような映像を綴ることで、非常にこうヒットシリーズとして確立してみた、見せたんですね。プロデューサーとしての資質として、ミッションインポッシブルシリーズにおいては常に驚きの映像、驚きの趣向を用意しつつ、派手な展開とアクションをつづら折りすることで常にこう観客の目を引きつける、それによってこのシリーズのこう成功を維持し続ける、常に先に行く。でこれはやっぱり監督の起用も含めてですね、例えばジョン・ウーを起用したり、それからブラッド・バードを起用したり、さまざまなこう斬新な起用、監督起用っていうのをしていますし、彼自身がいつも目新しいもの、そして観客の目を引くものっていうのに対してアンテナを張り続けているという、何よりの証明だと思います。そんな彼が新しいシリーズとして生み出したのがこのジャック・リーチャーを主人公とするハードボイルドシリーズですね。でこれまでに前作に続けてこれが2本目になります。でこの2本目で、描き出すのは、ジャック・リーチャーという孤高のヒーローの、探偵帳といいますかね、事件帳といいますか、そういう展開というか筋立てというか趣向というかという感じになっています。でこのジャック・リーチャーというのは、軍隊にいて戦闘のプロ、いわゆるこうキリングマシーンというか人間狂気のような側面を持っていますが、群れることを嫌って常に一人で行動する、故に軍隊も辞めて、そして、各地を転々と放浪しながら事件に遭遇し解決していくという展開ですね。でこれはなんか昔のですね、ウエスタンで流れ物が
ある町に来て事件を解決してまたどこいずこともなく去っていくというようなパターンと同じで、非常にこう古典的なヒーローのパターンですね。しがらみを持たず、右から左に去っていくんですね。事件を解決しては右から左に去っていく、そういうキャラクターになっています。でジャック・リーチャーというこのヒーローに関しては、イーサン・ハントのような派手な筋立てではないです。逆に、むしろ、フィジカルというか、いわゆるこう拳と拳、体をぶつけたこう盾があり、そして、まあ、もちろんカーチェイスなどもありますけれども、基本的には個人のジャック・リーチャー自身の力で資質で敵を倒していく、こういう展開になっています。そういう孤高のヒーローであるわけですが、この、作品ですね、ジャック・リーチャー・ネバー・ゴー・バックでは、かつて自分が、勤めていた部署、いわゆる軍隊の部署の後任者と、電話を通じて仲良くなりまして、一度食事でもしようかっていうことで、流れながら、ワシントンに戻ってくると、その後任者である女性がスパイ容疑で逮捕されているということが分かるんですね。でジャックはですね、ここで感じるわけですね。彼女がはめられたのだとしたら軍の上層部も絡んだ事件に違いないということで、彼は彼なりのやり方でその後任者の彼女を救い出し事件を解決していくわけです。でもちろんその事件の背後には彼の目論見通り軍の上層部も絡み、さらに、いわゆる多国籍企業というか大きな企業の背景もあったりする。で、まあ、それを、ここ2人で孤軍奮闘しつつ解決していくっていう話になっています。もう始まったら問答無用で、彼のこう活躍をずーっと画面で追い続ける、その何というか、痛快さ、それから流れるような語り口に身を任せればいいということになります。でこの作品を監督しているのがエドワード・ズイックという監督でして、このズイックさんはですね、トム・クルーズとラストサムライという映画を撮った監督さんですね。クルーズの資質というのはよく分かっているので、非常に彼のプロデューサー的な思考も分かっているので、ここでは先ほど申し上げましたように、古典的なヒーローのヒーロー像をよどみなく過不足なく描いています。ですからいわゆるこうアクションシーンでは手に汗握り、そして、ストーリーの展開とともにサスペンスを高めていくという意味では非常にうまいというか達者な作り方になっています。でこの作品のもう一つの特徴としては、主人公のリーチャー、ジャック・リーチャーが後任である女性の後任の少佐とともに事件を解決していく中で、彼の娘だと称する人物が登場することが大きな特徴です。全く孤高のヒーローだと思っていた人間が突然なんか娘ですっていう人が登場することによって、自分に覚えがあるかないかは別としてとても気になる存在になっていくわけですね。で、そのことによって二人で解決していけば身軽だったものが思わぬ副産物も守らなきゃなんなくなる。つまり彼女娘だと称する人間を守るというハンデを負うことによって敵との戦いに、さらにサスペンスが増してくるというか、さらに手に汗握る展開になっていくわけですね。ここにやっぱりこの作品の肝があります。終わり方も含めて、盛り上げるだけ盛り上げて一気に落としていく、なかなかこう見ていてですね、すっきりと痛快に終わるという仕上がりになっています。でこの辺はトム・クルーズの、プロデューサー的な感覚に抜かりはないですね。で
この作品に関して言うと、もうちょっとこう派手さがあった方がいいとかっていう話もありますけれど、こういう映画の、こういう設定の映画の本筋をついていい、いわば王道にいるという言い方ができると思います。ですから、なんか見ていて、ああ面白かったなというふうにこう思える仕上がりになってます。ですね、もう一つ加えますと、こういう映画って敵が強くなきゃ面白くないんですね。で、今回もその逃げる彼二人を追っかけるザ・ハンターというキャラクターが登場します。でこのキャラクターはですね、とにかく強いで、非情である、冷酷である、手段は選ばない、そういうやつがぐいぐいと、二人には迫っていくわけです。もしくはその娘だと称する女性にも迫っていくんです。この強いキャラクターがいることで、この作品がより一層面白くなっていると思います。でこれを演じているのがパトリック・ヒューシンガーという人で、まあ、あのこれまではあのテレビシリーズやなんかに出てきた人ですけれども、長身で、なかなかあの凄みがある。でこのジャック・リーチャーというキャラクターに対して、ものすごく対抗意識を燃やしているという設定ですので、よりこう生々しく彼に迫っていくんですね。でそこのあたりがとってもこの映画のこう迫力を生む一つの要素になっていると思いますので、そのあたりもちょっとこの作品をご覧になるときには注目していただければいいなというふうに思います。このキャラクター、ジャック・リーチャーに関して言うと原作があります。日本でも、翻訳されていますが、リーチャエルド原作の、ベストセラー小説シリーズですね、なっています。だからこの映画自身は、ヒットすればするほどシリーズは続けていくことができるという感じになっています。であのキャラクター自身もあの、いわゆる映像と似てですね、孤高のヒーローということを貫いてますし、それからまあ比較的この作品、前作のアウトローも含めてですが、あの原作に忠実な作りになっていますので、この作品を、ご覧になった後原作を読まれるのも一興かと思います。確か講談社文庫で出ていたと思いますけれども、これはなかなかあの読んでいて、まあ、気軽に読めて、まあ、なかなかこう楽しい作小説になってますので、このあたりもちょっと注目していただければというふうに思っています。トム・クルーズに関してはあのまたイーサン・ハントのミッション・インポッシブルシリーズもこれから公開される予定もありますし、まあ、非常に精力的に作品を生み出し続けているという感じでいう、まあ、アメリカ映画のいわゆる大黒柱じゃないですけど、アメリカ映画をこう背負っているという感じがすごく、する俳優さんです。まあ、私生活はあのサイエントロジストであるとか、それからいろんな女性をひどい目に遭わせてるとか、いろんな、まあ、あのスキャンダルもあったりもするんですけれども、よりこう仕事に関して言うと非常にプロですね。でやっぱりその俳優としての本分を回り、いかにすればヒットが生まれるかということを熟知し、なおかつあの作品によっては集団劇でトップで名前が飾られなくても、出演することを厭わない、そういうあたりはあの俳優としてもなかなかこう見どころのある存在だと思いますし、まあ、ある意味ではその尊敬に値する存在でもあるというふうに言えると思います。でなおかつやっぱりそのプロデューサーとしては、その先ほど言いましたように監督をいろいろな分野にいる監督を起用することも厭わないし、どんどん積極的にやっぱりその世界を作っていくという、その辺がものすごく、称賛に値する存在だと思います。彼が
今後どんな絵をどんな作品を素敵な作品を生み出してくれるか、とってもこう注目していきたいと思っています。またお会いしましょう。ありがとうございました。